これはやばいわ。ガオレンジャー20周年やばいわ。つえつえの抜けがゲットみなさまこんにちは、斉藤レイのレイチャンネルへようこそ。さてさてさて、ヤバツエの抜けがけトーク続いて続いていきますよ。はい、今日も中川もとくにくんです。はい、中川もとくにです。今日もよろしくお願いします。お願いします。嬉しいね、会えるのね、はい、そうですね、本当ですよ ね、 ね、おしゃべりできるのもね、本当だね、うん、なんか本当に口が寂しかったよね。おしゃべりしたかったね、私たち。そうね、この人はよくしゃべるから、うん、辛いですよね、しゃべれないって辛かった。そう、だからやっぱりストレスって何かしらあるんですよ ね、 だからこう配信を個人的にもやるようになったんだ ね、 そう、もう一人でずっと喋るっていうのもね、やっぱり、いやでもね、やっぱりやらないより全然、ね、でしょ、うん、いや絶対いいと思う。本君のね、健康的な状態のためには、うん、絶対やった方がいい。そう、なんかあの人と会ってる感じがするんですよ本当に喋ってる。うん、わかるよ、わかる。だから、うん、まあ、ほとんど独り言だけどね、もうでも喋らないよりいいですよ。そう、そう、あなたは喋ったら死んじゃう、うん、あ、喋らなかったら死んじゃう。そう、ね、そうなんです。よかった、よろしくお願いします。お願いします、ね、はい、はい、ということで、ガオレンジャーボル10に来ましたね、うん、早いね。はい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 、これです。はい、さあさあ、これはね、なんとね、1、2、3、4、5話分入ってたの、うん、ちょっと見返すの時間かかったよね。うん、でも5話分バーッと喋っちゃおうと思います。はい、ということで、はい、じゃあまずクエスト37、ヤバイバ燃える。おー、ヤバイバ来ましたよ。あのね、うん、いやちょっとね、うん、サブタイトルになっちゃってますからね。いやすごいよ、こんなない、つえつえなんとかなんて一個もなかったよ。いや、あの先生なんとかだけじゃなくて、他にもなかなかないですよ、全体でね。まあ、なんとか夕日にシフトがね、そういうのはあったけど、うん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 、別にそんな死んじゃう話でもなく、うんうん、すごいですよね。いいじゃん、本当に活躍してましたよ、これ見て楽しかった。あの、ね、僕はね、申し訳ないんですけど、ああ正直あんまりそんなね、当時は意識してなかったんですよ。そう、え、何、これが主役じゃんと思うと僕に特に思わず、でね、うん、まず台本こう読んでいくじゃないですか、うんうんうん、なんだよ、いっぱい出てるなっていう嫌な感じなんだ。そう、まだそこから始まってで、そこから最後ね、これほら僕巨大化しちゃうんですよね、うん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 、そう、もう大体ね、巨大化って言ったらもうちょっとお別れのね、うん、もう大体はちょっともう最後は巨大化してっていうね、っていうのがもうその流れだったんですよ。そうだね、うん、で、やばいば巨大化するってな読んだ時に、うん、あ、レイさん長い間お先に失礼いたしますというのを、ね、本当にもう思いました僕は。うん、レイさんすいません、もう本当に短いというかね、まあ、本当にちょっと最後まで頑張ってくださいっていうことで、もう俺は思ったんですよ、うん、あ、いよいよ俺もねと思ったら、うん、最後ね、うん、もっと戻っちゃってその戻り方が、うん、もうヤバイバらしいというか、なんというかね、これはヤバイバ殺す気ねえなと思いましたよ。そうなんだ、やっぱ愛されキャラなのよね。だからちょっとだけど、うん、嬉しさ半分、ちょっとがっかり半分、なんてこと言うの、この人贅沢、ほんと、本当ね、もう今となってはね、うん、いや本当生きててよかったなとは思いますけど、うんうんうん、あの頃はね、うん、いやもういよいよかなとちょっとね、うん、思いましたよ正直。この本当37は絶対見てほしい、皆さんにね、本当ヤバイバ大活躍してるし、戻るところを見てほしい、うん、ちょっと意外な戻り方にしますからね、うん、いやでもね、この回はやっぱさすがに覚えてます、うん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 、あれだけ出てるから。そうだね、うん、アクションもいっぱいあったじゃないね。この時はね、うん、
あの後楽園遊園地がまあロケ地なんです、今の、まあ、東京ドームシティがね。ああ、この時そうで、多分ねレイさんいないんですよ。それがね、うん、そう、私やばい、ツエツエでは出てないの、うん、この後楽園遊園地のロケ、うんうん、私エキストラで参加したんで。あ、そうなんですか。あ、レイさんそういえばいたな。私ずっと遊園地で遊んでた、タケミと二人ともエキストラで。あ、テトムもいないのにいた。タケミいたでしょ。普通にタケミちゃんと斉藤レイが遊園地で一緒に遊びながら、実はね映ってた。映ってた。あのね、グリーンのトレーナーを着てるわけですよ私、うん、で髪の毛長いから、うん、ソバージュな感じで、うん、すっごい目立つ。どこ要はあの、要はイエローとブルーが、まあ、風太郎連れていろいろうろうろ歩いてるところで、そうそう、でなんか変なジェットコースターみたいなところにイエロー乗るの怖い、ハンドルがないから嫌だみたいなシーンあったし、あそこの後ろに乗り込む人の一人で思いっきり見えた、緑ちゃん。なんか俺現場にいたのにそれは全然覚えてない。だけどうちにその現場の写真があって、レイさんとタケミいるんですよ。そう、写真こんなになって撮ってるでしょ。だから、あ、なんで言ったら要は遊びに来てたんだね。そうなの。いやー、それはちょっと新事実、新事実というかね、改めてね、こういうのが楽しいでしょ。そうなんだね、うん、俺は仕事してたけど。そうだけどね、いや、私はだってちゃんとエキストラを演じてましたから。なるほどなるほど。そうか、うんうんうん、見て見て見て。まあ、この時はね、要は俺もヤバイパパの先生も、うん、まあ、そのラセス様に、うん、認めてもらおうと思って、まあ、日々頑張ってるわけですよね。で、まあ、料理とにかく美味しいもの好きだって言って、うん、まあ、美味しいってなんかガラクタ好きなんだけど、あの人は、うん、そう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 、だけど俺のガラクタより、うん、その先生のガラクタの方がこれはビミちゃんとか言ってるわけですよ。そうそう、高級会社の12気筒エンジンの無理、素材がいいとかなんかそういうわけがわからないことを言って、で、まあどうしても料理では先生にはかなわないから、うん、じゃあ俺は俺のやり方でって言ってね。だからちょっと、うん、あの普段とは違ってちょっと別行動なんですよね。はいはいはい、はい、うん、弟分だったのね、うん、あのジャグリングオールドっていうのは。だから昔からなんかそういう、なんかバックボーンあったんでしょうね。急に出てきたけどね、急に出てきたね。でピエロだったわけでしょ。そうそうそう、俺も知らなかったからね。俺ってピエロだったのとか言ってるからね。それぐらいのあれだからね、なんだろう、さっぱりわからない。チームサーカスいいじゃない。なんかさっぱり俺も知らない事実がもうめちゃくちゃ出てきたんですよ。で、まあ作戦がまあ遊園地に誘い込んでねっていう話なんだけども、うんうん、最初にその、まあ、ジャグリングオルグとヤバイバが変装のためにね、うん、なんかウサギとパンダかな、パンダの、まあ、着ぐるみをかぶってね、うんうん、まあ、油断させてる隙に、うん、やつらをやっつけようみたいな、うんうんうん、であれぬいぐるみにも僕たちかぶってるわけですよ、僕と三村君がね。でもね、あれ僕何回かかぶったことあるんですけど、うん、あれねすっごい大変なんですよ。そりゃそうだよね、だって面をつけた、そんなことないんです。あ、入らないんです。あ、びっくりした。私まあ本当にただ着てるだけなんですけど、まずね見えないんです何にも。いや、開いてるとこあるんです、うんうんうん、だけど中がね空洞すぎて、へー、多分口かなんかは開いてるんですけど、うん、もうかなりもうお面が大きいから離れちゃってて、うん、もう見えないんですよ。へー。でこの固定されてないからお面が、うんうんうん、中でねこう首を動かすとねこう中で動いちゃってね、あー、なるほど。もうでちょっとこうやってリアクション取ると、うん、もうスポンって取れちゃうんですよ。おー、ギャグだ。そうだから、すっごい大変でした、あれ。へー、なんか可愛いお面でね、お面だけどあれものすごいね大変だから、まあ、見れば分かりますけど面が動いちゃうからお芝居できないから、目押さえて、そうだったね、こんな風にして、ね、押さえないとお芝居できない、はい、で、風船配るんですよ。はいはいはい。で、手はね、こういう鍋つかむみたいなね手になっちゃってるわけですよ。そっかそっか。だからね、細かいね、細かい作業ができない、うん、だからこう、渡されてね、
その紐、風船の紐を束にされて、それで俺持った感触もないし怖い怖い。それをね1個ね、それを1個取ってその風太郎にあげるなんていうことできないわけですよ。あ、そうなの。そう、なんか普通にできそう。簡単にあの監督とかはね、あ、じゃあ風太郎に1個あげてくださいって言うんだけど見えないし紐持てねえし、だからよく見るとね、あの渡した瞬間にね、あの1個は持ってた、もう渡すだけだ。だけどこれもう一個ね、なんかやったらね、もう手が離れてね、風船飛んでっちゃってね、で風船飛んでっちゃってるってなってるから見てください。あれ本当に飛んでっちゃったの？そうそうそう、俺ね言ったのも多分飛んでっちゃうと思うから、飛んでっちゃってもいいよねこの風船っていうの聞いたら、いや別にいいですよって言うから、もうじゃあもういいや飛ばしちゃえと思って。いや、じゃあ飛ばしちゃったの。本当は NG テイクみたいなこと？ NG っていうか、でも本当にね、あのまずあの渡せないから。あ、そう、多分そう見えないし。へえ、知らない。やばいもなんかあれば全然大変ですよ、あれの方が。で昔ね、その「555」っていう作品でも、うん、そのかぶったんですよ、うん、あのそれもね、なぜかね風船あげろって言うんですよ。なんだろう、そう、なんかそういうイメージがあるんでしょうね、ああいうのってって。だけどあれね絶対渡せませんから、風船の。とにかくあのね、あのうさぎはね、すっごい大変でしたね、あのエピソードでは。そう、うん、いやこれ貴重なエピソードですよ皆さん。全然なんかヤバいバのあれとは関係ないけどね、あれが一番大変だ。へえ。でまあいろいろね、ナイフ投げたりするんだけど、うまくいかずにね、でまあその風太郎、まあ捉えてね、うん、この風船太郎がどうなってもいいのかって、ね、うん、一生懸命頑張ってましたよね。いや面白いエピソードだったわ。まあでも最初はその先生とヤバイバがちょっとこう、まあ俺が勝手にかな、俺が勝手に先生のやつうまくやりやがったなって思ってるんだけども、うん、まあ巨大化して戻ってきちゃった時に落ち込んでいるそのヤバイバにね、こう優しい言葉をね、かけてくれる。最後でしょ。そう、最後のシーンでね。なんであんな優しい音色でまたささやくように話したんだろう。あれはレイさんすごい心がこもってたんですけど、当時はあのセリフ見て、でその前に俺が巨大化する時に心配してくれてたじゃない。そうそうそう、豆飲んだらもしかしたら危ないことになっちゃうかも、もう二度と戻れないかもしれないのよって言ってこうちょっと止めてくれたじゃないですか、うんうんうん、それを俺はある意味覚悟を決めて振り切ってね、うんうんうん、言ったじゃないですか、うん、はい、で、まあ、戻ってきちゃっても、うん、俺は落ち込んでるのにその優しい言葉をかけてくれた、ちょっとまあやばいば杖杖の、まあ、一つの何て言うんですか、大きなあれですよね、あの分岐点というか。でも逆に言うとね、僕はあのさっきも言いましたけどもう死んじゃうんじゃないかと、巨大化したら、はいはい、と思ったんだけど、はい、この後からちょっとレイさんの雲行きが怪しくなってくるんですよね。そうなのよ。だからね、そうなのよ、何でもね、優しく、突然優しくなってくると、うん、ちょっとあらっていうね、うん、何かもしかしたら何か不責だったのかもしれないんですよ。いやだから俺はもう、あ、俺の方がお先に失礼しますと思ったら、うん、まさかのレイさんがっていう、ね、この時にはまだわからない。なるほど。そう、伏線になってたのか。もしかして自分ちょっとまだそこまで感じてなかったの。いやいや俺も感じてないし。あ、そう、うん、今見たらそう思ってた。そう、20年だって優しいんだもん何を普段から優しいのよ、全然は実はサバイバーにはこの時異常に優しい。そう、そうなの。そう、確かに確かに。でもね、声も違う、別の人が言ってんじゃないかみたいなぐらい違うよね。そう、異常に優しくなってまた頑張ればいいわ、いいわよヤバイバーって言ってね。この見てほしい、ぜひ。またね、坂口さんのね、アフレコがね、またいいんですよ、うんうん、声当ててくださるね。いや本当にあの今もガイドって俺の声がね、うん、もう今もう出るから、うん、アフレコルームでもそう聞こえるからね、うん、あれなんですけど、昔はもう全くもうね、
そのままお任せしますだったからね。あいやもう最高でしたよ、オンエア見た時に。片付けねって言うんですよ、うんうん、要は先生に、うん、また頑張ればいいばいいやばいばって言ったら、片付けねえじゃねえよ、なんか面目ねえみたいな、なんか言うんですよ。へえ、うん、それなんかね、うん、本当にバッチリだったもん、坂口さんの。ああもう俺の芝居だったから、うんうんうん、すっごいなと思いました、坂口さんは。いや、うん、2人のもう息がもうちゃんと合ってるわけだよね、本当に、うん。実際に本当にお会いしたのは本当に最初の頃だけだけど、うん、もう日に日になんか呼吸が合ってくるっていう感じだよね。そう、あれは本当にすごいですよね。ね、今坂口さんともスケジュール調整してますからね、必ずゲストで3人でねくださいますから ね、お待ちくださいね。はい、はい、行きましょう。はい、次行きましょう。クエスト38、精霊王頂上決戦、うん、ということですけれども、うん、竹本監督に代わります。はい、まあうん、やっぱり萌えも竹本さんだけどね。あ、そうか、うん、変わってない。はい、あ、だから面白かったんだね。竹本監督もなんかね、面白いこと考えるの大好きだからね、うん、そっかそっか。これはね、猛獣使いオルグね、うん、そう、あのね、これ受けるんだよな。これ飲めば大きくなるわよ、大きくなるわよってね、私いろんな人にね言ってるのよね。今日はこれも要はつながってて、僕その前のヤバいば燃えるとね、ちょっと腕を負傷しちゃって、いてっていう風に、なったら、もうやっぱ腕つってんですよ僕、うん、そうで、まあその前回ほら、自分でオルグシードを食べて巨大化して、はい、まあ俺は戻ってこれたけども、はいはい、っていうわけです。俺一応経験談でね、うんうん、大丈夫だよ俺も食ったんだからみたいなことを言うわけですよね。うんうん、だちょっとやっぱつながってんですよね。そうだったね、うん、そうだった。それでこれ猛獣使いオルグに大きくなれって言ってたの私。そう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 、で俺は無理やりね食べさせちゃうんだけど、こうやって食えって言ってねなんだか大きくなるつながりもあるしね、うん、いやでもねこの話はいや本当竹本監督だから、うん、ちょっと成立したんじゃないかっていうぐらい、うんうん、要は後半のそのロボが、はいはい、もう要はいろんなパーツがほらいっぱい出てきて、はいはい、合体に次ぐ合体をするじゃないですか、はいはいはい、もうあれね本当もうちゃんと理解してる人じゃないと分かんないですよ。あれ、あ、分かる。あ、確かにすごいなと思ったんです、これ見て。いや珍しくその猛獣使いだから、うん、自由に操れちゃうんだよね、パワーアニマルを、うん、動物をね。だからすっごくうまくガオライオンを操れるけれども、うん、もう一個のなんとかは一匹狼たちだから操れないんだとか、すっごいうまく作れてたよね。でそれをそのほら我々が実況してるじゃないですか。そうそう。でそれをねちゃんと説明するんですよね。はいはいはい。あっとなんかガーディアスが乱入だみたいなね。そう。全部その坂口さんが、やばいな、先生がね一生懸命説明する。だから解説の先生さんですか。まあね、私は大したことですよ。でもそうですねとか、うん、行きましたねとか、うん、そういう感じだけど、ヤバイバのセリフはすごかったね、実況は。いや、坂口さんがそうだよ。本当に。本当だった、本当だった。だから、要は解説を本当だったらナレーションの増岡さんが普段やっているのに、まあ、ヤバイバだったり、うん、またその猛獣使いオルグが説明しちゃうから、うんうん、私の仕事がありませんみたいな。そうそうそう、増岡さんが可愛くて、でちょっとねこう増尾さんみたいな感じになってるやっぱりちょっとこう気弱な感じでね、うん、そこがちょっと面白かったですよね。そうだったね、うん、今度は言えましたとか言ってたやつが可愛かったよね。そう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 、うんうん、で、ガオゴリラっていうのが出てきた時に、はいはい、あ、ガオゴリラじゃない、ガオマッスル、マッスル、うん、ガオマッスルが出てきた時に、うん、ほら、バナナをね、うん、そう、なんかボン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 やるから、はい、そしたら、我々のその放送席のところにもね、
あのでっかいバナナがさ、ドカーンと残ってきて。あれ CG？ CG じゃないよ。え、あの大きなバニラ、バニラじゃない、バナナ作ったの？作ったんじゃないんですか、それともどっかにあったのか。すっごい、もう等身大以上のすっごい大きいバナナが、ね、あれは、あれだけのためってことないと思うんだけど。びっくりした。あれはね、ちょっとすごかったですね。いや、違う、バカゴリラの一つ覚えですねとか言ったのね。そしたらそれがドーンって残ってきて、そうそうそう、ゴリラが投げたんだ、マッスルが。そうそう、あれ面白かった。まあ、本当ね、面白いですよね。だけど、うちらはなんか結構楽しんでるけど、結構ガオレンジャーそれどころじゃない話で、ね、はい、大ピンチのね、はい、あの回ですからね。そうだったよ、うん、だってパワーアニマルとかみんなやつられちゃうんだもん ね、まあ、あれ大変ですよ。それぞれこう傷つけ合っちゃったりするから、やめてやめてとか言ってるんだもんね。あれは本当に、うん、おもちゃ、おもちゃ大戦争みたいな、ね、感じでしたよね。おもちゃ売れた売れたみたいな。まあその思い出がね、うん、ほんとだ、素晴らしい。そう、ここで風太郎が目覚めさせていくわけだよね、みんなをね。もうこの辺から怒涛のあれですね。はい、要は話がちょっと新たな展開になっていくんですよね、はい、そう、盛り上がります、風太郎